はい、皆さんおはようございます。金曜日の朝のスピリチュアルテレビ、今日は2月のもう7日になりましたね。あ、7日ではない、8日ですよね。早いものです。皆さんの地域ではいかがでしょうか。昨日は暖かかったんですけどね、今日はまた寒いという予報が出ておりますが、少しずつ少しずつそう言いながらも春に近づいてきたんじゃないかななんて思っております。小白さんおはようございます。南さんおはようございます。あ、今日はプーちゃんいないね、連れてこようかね。リダコさんおはようございます。まあのんびりのんびりそんな感じで始まっていきたいと思っておりますが、そうですね、うちはですね、中3の息子がいる話は時々話題には出てくるんですけれども、今週は私学のね入試が始まりまして、まあ始まりましてって言っても2日間、学科テストと面接に行っただけなんですけれども、なんかやっと受験が始まったなという感じの今週だったんですね。で結構お話しすると同じような中学3年生をね持ってらっしゃるお母様がねいろいろいらっしゃってね、やはり何よりも思うのは、今思うのはね、インフルエンザが流行してたりとかいろいろありますから、ここのとこ自分が彼が頑張ってきたのにせっかくの受験日が健康で過ごせるかっていうところがね一番大切なんじゃないかななんて思っております。みよみよさんおはようございます。じゅんさんおはようございます。今日も帽子かぶってるのはやっぱりね、朝ね大変ですよ。いろいろと、けけわいさんおはようございます。髪の毛がねまとまらないということがありまして、こんな形で放送させていただきます。今日も数字のメソッドからお読ませていただきますね。今日2月の8日、新日、なんか素敵な日ですね。ゲート16、大いなる流れを感じる日、大いなる流れに乗って誰も手出しができない高みへと運ばれる日、人間レベルで思考を巡らしても決して届かない領域がある。自分の思い通りにならないのではなく、大いなる存在に守られているのだ。キーワード、大いなる流れを感じる日。守られていると思う人もいれば、何一つ思い通りにならないと思う人もいる。極端、審判。ということが書いてありますね。大いなる流れって何なんでしょうね。月日は流れていきますし、本当に私たちはこの3次元のね肉体を通しながらいろんな体験をしているわけなんですけれども、その大いなる流れを感じる日、守られていると思う人もいれば何一つ思い通りにならないと思う人もいる。面白いですよね。私はもう大丈夫なんだっていう人とね、この受験だったり就職のことや大学受験だったりとかいろんな部分で希望校に入れなくて思うようになっていかないって考えていく人もいるんですよね。でももっともっとなぜ今は落ちて、なんていうのかな、すごく悔しい思いをしたりとか悲しい思いをしているんだけれども、すごく大きな流れの中でっていうかね、もっと別な視点から見ればそれはどうかわからないですよね。そこの場所に行くことで出会った人がとても大切な生涯のね友と言われる人たちに出会ったりとか、その今ある挫折の体験っていうものがとても将来役に立ってきたりとか、必ずしも全てがねうまくいっていくことが、なんていうのかな、私の全てを叶えたかに見えるようなことが実はそうばかりではなくて、挫折することによって自分が
いろんなものを気づくことができたりとかね、そういったものを体験としてもう予定していて、そのことすべてが大いなる流れの中にある場合もあるわけですよね。いい、例えばですね、前にも私は話をしてるんですけれども、自分の目の前をこうやってに住んでいた家の前にパチンコ屋さんができることによって、今の物件を探したところに移ろうっていう決意をすることができたわけですよね。でもすごくそこの場所が何も変わらずに別に問題もなく過ごせる場所だったら、次の決断をするときにそうしようっていう形にはならない。つまり今の場所に住むという選択になかなかつながっていかなかったりするわけですよ。そう考えると、ものは考え次第っていう言い方をしますけれども、まさに私たちの思考がね、私たちの人生そのものを作っているので、そういったいろんな思考の仕方を学んでいる最中なのかもしれないですよね。ちょっと待ってください。眼鏡かけないとね、何も見えないんですよね。KKY さんおはようございます。みよみよさんおはようございます。チョコリンコさんおはようございます。カノンさんおはようございます。天気のいい東京です、ということで、ありがとうございます。ですから、一つの起きた事柄に対して自分がどのように見るかっていうことによって、そこに起きることっていうのはすごく変わっていくわけですね。何が起きたとしてもいろいろな見方ができるようになっていくっていうのがね、素敵なんじゃないかなと思うんですね。で、いろいろな見方ができるから、いろいろな選択ができるし、そしてそのいろいろな見方ができる私ということが分かっていく、そんな感じがね、日々そのいろいろさがね、増えていったらいいななんて思っています。そうすると自分にとっては、今まではすごくそのある一方向にだけ興味を持ったものが、いろんな方向での見方ができているのでね、ああでもないこうでもないっていう、で今度いろいろな見方ができるようになってしまうと、どれであってもいいんだなということで、構わない視点になっていくっていうか、そのことがとらわれない視点になっていくんですね。前はこうじゃなきゃダメだった視点が、いろいろな見方をする、そうすることで、どれであっても構わない。じゃあ構わないならどうしたいのって言ったら、自分の好みっていうことでもいいんじゃないの、自分を楽にしてあげるという言い方でもいいんじゃないか。で、101本では割と楽にするっていう言い方をしますけども、より平安な選択だっていう言い方もできますよね。自分の中でより平安な選択をしていくことができるようになっていく。平安であることが簡単になっていく。それがいろんな視点、いろんな方向から私たちが考えているに過ぎないことだって分かる、とても大きなメリットじゃないかななんて思っております。メリットっていう考え方で言葉を使ってしまうと、ディメリットという言葉が派生してしまうんですけれども、どうしても言葉を使うとね、いろんな対極の言葉っていうのが用意されているので、そうじゃないものとか、ああでもないものとかいろいろいくんですけれども、いろいろな視点からものを捉えれば、今の人生、例えば皆さんもそうだと思うんですけど、全ての選択が今うまくいってるわけじゃないと、うまくいってきたわけじゃないと思うんですよね。自分は本当はこうしたかったのにこうはならなかったんだ、あの時こうしたかったことが叶わなかったんだっていうことがあるんですけれども、でもそれら全てを通して今ここに私たちが出会っているんだなと思うと、あの時の選択が全てうまくいってたら、こういうね、心だったりとかスピリチュアルだったりとか、そういった領域に対しての興味っていうものはなく、すごく傲慢な自分になってたかもしれないじゃないですか。そう思うと、そのあの時の失敗や苦しみっていうのは本当に自分を育んでくれたんだなって、そういった意味で大きな流れの中にちゃんと乗っかって動いてたんだななんて思うことができるわけですよね。レイナさんおはようございます。なんか
ね、日本海側は春一番が吹いたということでニュースを先ほど見てたんですけど、すごい風だったみたいですね。強そうな風が昨日は吹いていて、また今日は寒いんでしょうね。ティディさんはおはようございます。ソウルマイナス17度です。寒いって書いてあります。うわ寒いですね、本当に身も凍るような。まあね、あの韓国の文化の中のオンドルのね、床暖房の中にいるととても暖かくて気持ちがいいでしょうけれども、でも本当ソウル外に出るということが耳が凍ってしまいますね。それではね、本当大変だなと思います。それでもソウルの人々は日常を過ごしていくんでしょうね。ゆすけさん、おはようございます。よろしくお願いします。寒いからね、あったかい飲み物が嬉しいとかね、寒いから何か、あの今こと、あの割とテレビで言うのは、テレビ結構見てますね、私最近。見てるって言っても少しずつチョイスして見るところなんですが、こたつというのが外国人にすごくあの人気だそうで、こたつ文化っていうかね、みんなであの狭いこたつの中に入ってね、いろいろなコミュニケーションするということが あるらしいですけども、確かに寒いから人のが近くに寄ってね、夫婦言いながらお鍋を食べるとか、あの温かさとかぬくもりの嬉しさっていうのをね、すごく体験できて、味方次第なんですよね。だからマイナス17度にいるから、本当に部屋の中は暖かくしたいという思いがとても強くなるわけですね。ですからソウルの多分部屋の中の方が普通の、 あの私のお家の中の気温よりもしかしたら高いぐらいのね設定で、中ではあの T シャツ1枚だったりとかね、北海道の方案外そうですよね。そんな風に暮らしてらっしゃるんじゃないかなと思います。リマさん、おはようございます。ね、寒い季節も、そして寒いからなんていうのかな、あのほっこりあったかいものっていうのがこんなに美味しいのかなっていう思いもすることができるし、あの肌触りのよくふわふわしてあったかいものっていうのがとてもあの素敵な感覚にも感じられるじゃないですか。私結構あのなんていうのかな、人の感覚ってありましてね、あの催眠療法とかあのそういったものを勉強された方は NLP とか勉強された方は知ってると思うんですけども、視覚的な感覚の強い方と聴覚的な感覚の強い方と、あとこういう感覚ですよね、本当に感覚派の人といらっしゃるんですね。でリマさんいらっしゃいますけど、あの過去生のね、あの催眠なんかするときにすごく視覚ビジョンがはっきりした形で出てらっしゃる方と、聴覚のビジョンがはっきりしてらっしゃる方と、その何か体感覚っていう感覚的なものが強い方によって多少体験が変わってくるわけなんですよ。でそれを知るためのよくやるのが、あの夕べのご飯は何でしたかってちょっと思い出してみましょう。そこにいることをこうやって食卓について食べてたことを思い出してくださいっていうと、例えばその夕食に食べたものが視覚の中でこうやって現れてくる方もいらっしゃいますし、その時についていたあの音楽だったりとか物音やそんなものがすごく印象的に入ってらっしゃる方もいたりとか、それから匂いだったりとか、あの雰囲気ですよね、そういったものがとても感じやすいなと思う方もいらっしゃると思うんですね。そうやって人によって体感覚っていうのは違って、見るっていう形の人っていうのはとても見栄えのいい服がお好きだそうですね。どちらかというと、例えば感覚的な人っていうのはその肌にどのように服が当たるかとか、楽であるとか、そういった方向に行ってしまいがちなんですね。であの本当にスーツなんかをシャキッと着られる方っていうのは、鏡に映った自分の姿の映像っていうのがとても重要になるので、それであの多少そこにあの窮屈さとか何かがあったとしても問題はないっていうかね、人によって違うわけです。
カノンさん、なるほど、バッチリ。クリームパスタ、明太パスタが映像と香りで浮かびました。あということは視覚的なものと、感覚的なものを持ってらっしゃるんですね。でそれは、これだけって一つだけではなくて、みんなはそのいろんなものを持ってるんだけども、こっちが重量があの見るっていうところにあの強いものがあるけど感覚的なものもあるとか、重なりながらいろいろ皆さん持ってらっしゃる感覚があります。クリームシマウマの映像が浮かびます。あ、シューマイね、シューマイですか、シマウマって言うんだ、私は何みたいな食べ物の話してんのにね、シューマイをシマウマと呼んだ私みたいな、すごくおかしすぎや。わら、シューマイ、美味しいシューマイって美味しいですよね。クリーム明太パスタか、いいですね。ゆうべ私が食べたのは、あ、そうそうそう、ゆうべはね、サーモンのね、切り出しみたいなのがすごく分量が多くて安いのがあったので、ね、白玉ねぎっていうのかな、この間テレビで見てたらね、畑から掘り起こした玉ねぎをなんか一皮むいて丸かじりをしてて、わあこの玉ねぎ甘いですねとか言ってたんですね。でそれが浜松の名産の玉ねぎで、昨日スーパーに行ったらね、その白玉ねぎがあったので、玉ねぎの生の玉ねぎはね、ほら血液がサラサラになっていいかななんて思いながら、この風邪をひきやすいシーズンだったので、その白玉ねぎとサーモンとかね、あと他のお野菜を入れて、ちょっとマリネ風サラダにしていただいたのと、まあちょっと生姜焼きみたいなのを作ったんですけれども、うん、私は見た目っていうよりやっぱり味覚ですね。玉ねぎ確かにね、本当にね甘いんですけど、さすが玉ねぎですからね、辛みもありましたよ、ちゃんとね辛い味がしました。はい、ゆうすけさん、そうです、血液サラサラのね白玉ねぎさんですね。そんなものをいただきましたけれども、私は味覚で思い出しましたね、玉ねぎの感覚をですね。それとふわっとした映像が出てきたわけなんですけれども、そうやってあの感覚っていうのはね、みんな違うんですよね。今日はどんな話をしていく、あ、そう、裏でね、猫を飼ってるんじゃなくて、野良猫ちゃんのミャーミャーっていうね、三毛の野良のちょっと可愛い子がいるんですけれども、で最近あの裏にいる猫がどのぐらいいるかというのがだんだん見えてきまして、まずミャーミャーちゃんですね、私が名付けて可愛がってるミャーミャーちゃんがいて、それから黒猫ちゃんの少しミャーミャーちゃんよりちょっと大きな子が2匹いてね、そしてミャーミャーちゃんのようなちょっと虎模様なんだけれども、グレーがかかったような虎、もうちょっと茶色が濃いっていうのかな、なんかそんな色の濃いあの親猫っぽい感じの子がいて、それからなんていうのかな、あのロシアンブルーとかなんかそういう洋猫系のグレーの猫ちゃんがいて、そしてね一人ね、次に出てくるのはね、鼻の頭と尻尾だけねトラちゃんなんだけど、あのズーズーシロちゃんって言われるんですよね。でこのズーズーシロちゃんがすごくおしゃべりな、にゃお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 ってすごく鳴くんですね。そしてそのうちの私が気に入ってるその野良猫ミヤミヤちゃんに餌をあげようとすると、ズーズーシロちゃんがズーズーしくも、だからズーズーシロちゃんなんですけど、餌を取ってしまうわけですよ。でなんか他の野良ちゃんは野良猫らしく、ミャーミャーもそうなんですけど、ちょっと遠慮がちにあのしながら餌をもらえると嬉しいんだけど、にゃーんぐらいでいるわけですね。でズーズーシロちゃんはあの餌よこせにゃんっていうノリなんですね。なんか可愛くないんですね。これは私が作っていることなんですけれども、人懐いてるっていうよりも、
時々その餌をあげないと威嚇してミャンとか言ってね、歯をむき出して怒るんですよ。噛むことはしません。噛んだらもう終わりだって知ってるんでしょうね。でズズシロちゃんがいろいろ鬱陶しいなって、なんかズズシロちゃんがいるとミャンミャンにあげようと思った餌が全部ズズシロちゃんに行っちゃうわけですね。まあそんなことをしながら、でもミャンミャンちゃんはきっとズズシロちゃんの子供だから、その子供みたいなとこがあって、ズズシロちゃんのことそんな嫌いじゃないみたいなんですね、一緒にいるとこ見るとね。でも時々ズズシロちゃんが意地悪を言って、ミャミャがすごく嫌がってる時もあって、朝日さんおはようございますにゃ、はい、でなんかね、そうするとね、人間の心模様って面白くて、なんかズズシロちゃんのこと好きじゃなくなっちゃうんですね。他のミャミャたちが遠慮がちになんかあげるって、だから結局自分がその餌をあげるっていうところにいろんな思考を作り出してるから、きっとズズシロちゃんのことをね、なんか鬱陶しく思うんだなと思って、でこの間そのグレーのね、すごく毛並みのいい幼猫のノラちゃん化した猫ちゃんが来たら、ズズシロちゃんを追っかけたんですね。それからね、2、3日ズズシロちゃんはこの近くにね現れなくなりました。猫社会ではね、野良猫の社会ではどうやってコミュニケーションしてどんな情報が言ってるのかななんてね、ちょっと想像してみるわけですよ。もしかしたら野良なんだからねって、捕まっちゃいけないよ、捕まるとみんなと遊べなくなっちゃうからダメなんだよねとか、そんなお話があるのか。本当に猫の社会ではいろんなことがこうあって、猫なりのコミュニケーションがねされてるとは思うんですけれども、そのズズシロちゃんっていうすごいニャオ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 言うわけですよ。自己主張をしてくるわけですね。そうすると何かすごくそれを嫌がって、なんか私のものって思ってしまった猫ちゃんに対してのその愛情に対してがあるものに対して邪魔をするっていうことで、なんか毛嫌ってしまうものを作るとか、いろんなね、その私自身の心模様の具合が面白いんですね。だからって別にズズシロちゃんのこと好きになってるわけじゃないんですけどね、実際には。でもそうやってなんかこうやって客観的にね見てる私がいつもいながらね、ああこうやって人っていろんな感情が作っていって、こんな野良猫に対してもね、やっぱり作っていくわけですからね、人間に対してもいろいろ作って、気がついてない間に作っていくんだな。そしてその見方っていうのは関係性の中で見ていくものもたくさんあるんだなと思って。でもだんだんね、猫の数がそうするとね計6匹ぐらい裏にいることになって、餌をねみんなに回すということは難しいので、まあ猫は猫なりに回してるのかななんて思いながらいます。ピーママさんおはようございます。で最近ちょっとそのまあ私は101のメンバーであって、自覚というワークもしてるわけなんですけれども、いろんな、なんていうのかな、私が作った嫌な部分を見るっていうことは割と普通のセラピーでもねよくやることなのでいいんですけれども、私の持っているその大いなる私っていうのかな、そういうものっていうのは案外受け入れにくいんじゃないかなっていうのをちょっと最近やりながら感じてるんですね。で大いなる私っていうと何かね、そういうことを考えちゃう、やっぱりね私の場合もそうだったんだけど、おこがましいんじゃないかとかね、で時々こういうスピリチュアル業界だと私こそ神だとかね、なんかそういうことを言い出したりする方がいて、なんかっていうそういう方に対しての不信感っていうのを自分が持ちがちなとこがあるので、なんかそういうね変な人になっちゃったら困るなみたいな感覚があるわけなんですけれども、でもこの大いなる私っていうものを、例えばすごい魔法が使えたら大いなる私なんだとかね、なんかすごいことを起こしたら大いなる私を感じれるんだって思うかもしれないけど、実は
そういう意味だけではなく、もう少し簡単な意味で大いなる私っていうのを感じる方法があるんですね。でちょっとその話をシェアしてみようかなと思うんですけど、例えば綺麗な百合の花があるとするじゃないですか。白い百合の花が咲いてますよね。で皆さんに聞きたいんですけど、まあ白い百合って皆さんが綺麗だなという共通認識が割とある花かもしれないですけれども、百合の花が咲いています。それをが美しいというねのはね、誰が言ってるかなんですね。私が言うわけですね。ああ美しい百合の花が咲いてるな、百合が美しいんだと思ってるんですね、その時は。あ素晴らしいな、こんな美しい花が咲いているっていうわけですね。花がすごく美しいからすごいなっていうふうに考えだけの時は思うんですけど、じゃあその百合を美しいとしているのは誰なんだろうかっていうお話になるわけですね。誰にも見られずにその百合の花が咲いていたら、ただ咲いてるだけなんですよね。でも私が見る人がいる、観察者っていう視点があって、その百合の花を見た時に、その観察者の中にある美しさっていうものがあることによって、その百合を美しいなと感じるわけですよね。美しい百合の花にするのは私自身なんですよね。こんなこと皆さん考えられたことありますか？どうかな。ですから、あ、七色ピッピさんおはようございます。よく可憐な花がね、野原に咲いていて、こんなところでもね、この北風の中でもね、この花は咲いているんだ、本当にこんな小さな花でも強く頑張って咲いているなって、私は本当にその花に救われたんですとかね、そんなお話もあったりしますけれども、その花にをそのように定義というか意味付けできたのは誰なんだろうかっていうことなんですよね。私たちがそのように意味付けしてるに過ぎないんですね。ということは、その美しさだったりとか優しさだったりとか素晴らしいというものを誰が持ってたんでしょうか。自分の中に何もなかったら、それを美しいという言葉に変えることもできないし、優しさだということも言えないし、愛があふれているということも言うことができないんですね。あの人はなんて愛があふれた人なんだろうか。その人を愛にあふれた人だと定義している。つまり、こうなんだと思っているのは私なんですよ。ということはですね、よく考えてみると、本当にこの私の中に美しさとか愛だったりとか優しさっていうものがあるから、それがわかるんですよね。なかったらわからないことなんですよ。例えば、何かどこかのレストランのご飯が美味しいなって、私がその美味しさをちゃんと感じている、美味しい味覚だとしているのはこの私なんですね。もしかしたら私によってそれがまずいものだとされたなら、そこに価値は出ないじゃないですか。そうやって見ていくと、神は偉大だなって感じている、偉大さを知っているのは誰なんでしょうね。私が偉大だと言っているから、神という存在が偉大なんですよね。例えばマリア様って、本当に愛のエネルギーにあふれている、美しい光が見えるって、スピリチュアル的なね、なんか感覚が強くなって、愛あふれるっていうふうな、なんて優しいんだろうかって言ってるんだけれども、マリア像が何も見られる人がなくて、そこにあるだけでは何もないわけですね。でも私がここにいて、マリア像を見て、そこに愛というものを感じるから、ああ、じゃあその愛はどこにあるのって言ったら、マリア像にあるわけじゃなくて、私が愛を知ってる存在だから、
私の中にありというものを作ったから、感じたから、感じるという体験を私が作り出したから、ああマリア様って愛にあふれるなと定義したわけですね、決めたわけですよ。それとかね、ああ最高、私も今日は最高の日だわってとか、なんか素敵なね、もうじきバレンタインデーですけども、恋人に会ってこんな彼がいる私って世界で一番幸せとか、よくね花嫁のさんのね結婚式のシーズンなんかで、私世界一幸せなんですとか言うじゃないですか。世界一幸せっていうのを自分が定義することによって、この私は世界一幸せな人になれるわけですね。でもある別な時には、ああ私って世界一不幸、こんなに不幸な人はいないわって、私を定義することもできるわけですよね。そうすると世界一幸せな私と世界一不幸な私がいるわけですよ。その世界一幸せな私を作ったのも私だし、世界一不幸だっていう私を作ったのも私なんですね。面白くないですか、この話。ですからよくあの魔法使いがね、シンデレラ姫のね、あのね幸せに、なんていうのかな、してあげる魔法をこうやってかけることができます。で本当に幸せな魔法なんですね。でも実は私は今この瞬間でも、ああ私は世界一幸せなんだって、この私をあのしてあげることができるし、ああ私はなんて不幸なんだろうかっていうふうに私をすることもできるんですね。そうだとしたら、そういうことができる私ってどうでしょうか。すごいと思いませんか。たとえ誰かが、その人が美味しいと思うご飯を用意してくれて、どうぞ食べたらって言われても、それを美味しいかどうかを決めるのは私でしかないわけですよ。そうすると、この私がそのお料理を美味しいと思ったら、そのお料理は美味しいご飯ですけども、相手だけが、これはすごく美味しいんだよって言って提供したとしても、私が、ああ、私にはあまり口に合わないなと思えば、それはさほど価値のあるお料理にはならないわけですね。で、相手が美味しい美味しい、ほら、こんなに美味しいだろう、たくさんお食べって言って、なんか強制されたような感じになって、なんかだんだん不快になってきて、なんでこんなまずい料理を、なんかあの人は、でもあの人がニコニコ美味しいって言うから、私はまずいって言っちゃいけない感じになってきたぞ。なんかこれをまずいと言ったら、なんか相手にどう思われるんだろうかなんて言うと、どん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 その目の前にあるお料理自体が、すごく私を不幸にしているものになっていく。そういうこともありますよね。で、そうやって誰が作っているのかっていうのを分かるでしょ？こうやって考えてみると。だから例えば宴会の席でみんなでお酒を飲み交わしながら、ちょっとほろ酔い気分になっていろんな話をして、それが楽しいっていう人もいるし、あのゲコちゃんの私みたいなのだと、なんか酔っ払いがこうやっていっぱいいると、だんだんなんかムカついてくるっていうか、吐く息がアルコール臭くなって、なんか飲んだくれの話みたいになっていくと、なんか何が面白いんだろうかって思ってる私がいて、つまり私は面白くないと、それを定義してる、場を定義して、いやーお酒を飲んでる人たちは楽しいなと定義をして、そんな風になっていくわけですね。ちょっとごめんなさい。ですからね、本当に私たちはそれをどういうふうにでもできるわけですよ。ですから神の偉大さとか宇宙は雄大だと思うのは誰が思ったんでしょうね。雄大さっていうのは誰がそこに雄大であるとか感じを作ったのかなんですね。でこの間ちょっとバシャールのね、あのビデオがこうやって YouTube なんかに上がってるのを見た時に、神からの最大のギフトはその中立であることなんだ、つまりそこに意味付け何もされないというものを私たちは受け取っていて、何の意味付けもない
ですね、神から与えられたものが、これが素晴らしいとか問題があるとか、そういうことではないと。そしてそれが中立で、私たちがあらゆるそこに意味付けをすることが、中立であるがゆえに意味付けができる存在なんだってことなんですね。ですから今言ったように、ユリの花の匂いとかね、じゃあ今度ユリの花の匂いって、あ、かぐわしいなって感じて、ああ素敵な匂いって思うのも私だし、その強い匂いをなんか嫌だなって感じるのも私かもしれないし、そうやって私という存在がない限り、美しい百合の花もそこにいないし、偉大なる神も存在しないし、雄大な宇宙もそこにはないということなんですね。私がここにいて、その花を美しいとし、マリアのエネルギーを愛に満ちたものだと言い、神を偉大だと言い、神を偉大だと定義している存在である私があるわけですよね。偉そうですよね。神様のこと、あなたは偉大なんだって言ってるわけですね。面白くないですか？偉大という言葉を別の言葉に変えてもいいわけですよね。神よ、あなたはこうだねって私が言うんですね。どうでしょう。偉大なら神がいると思っているのが私。ということは、偉大なる神すらを私は作り出している。神という定義を作り出しているのも、この私を通してだけなんですね。ですから、本当に何の意味も、起きたことに何の意味も持たないんだよっていうことを、変に捉えると何の意味もないんだ、無駄なことなんだっていうふうに誤解される方がいらっしゃいますけれども、そうではなくて、何の意味も持たないから好きな意味をつけていいんだよっていうことなんですよね。で、思考は邪魔ではなくて、思考をツールとしていろんな意味合いをつけていくことによって、私たちはそこに、この三次元にいろいろな豊かさを生み出していくことができるんじゃないかなっていうふうにね、思っていくことができるわけです。例えば文房具店にたくさんの、ね、ボールペンがこうやって並んでいて、そのボールペンが1本を買います。そして私がじゃあこのボールペンを使って気に入って、いつもこのボールペンを使っていたとします。毎回毎回買い替えるたびにこのボールペンを使っていたとします。私のお気に入りという意味付けをして、私が使いやすいものなんだという定義付けをしたとします。そうすると、少し経ってボールペンメーカーはもっと使いやすいペンを用意したかもしれないです。でもそれには気づくことはなくなるわけです。私はいつもこれがいいんだ、このボールペンが私の使い愛用アイテムなんだってなります。まあここまではこれです。次に、私の使いかけのボールペンがあって、私が突然死にます。そうすると、例えば家族はこのボールペンにどういう定義付けをするかっていうと、あ、お母さんのボールペンだっていう定義付けをするわけですね。このボールペンはお母さんのボールペンになります。そしてこのボールペンを見るたびに、売り場だったりとか、どこかで使ってる人を見るたびに、お母さんのボールペンという定義付けの中によって考えを作り出します。生きてた時のお母さんはこのボールペンを使っていつもこうやって物を書いてたなとか、そういうことを思い出すきっかけを作り出すわけです。こうやって私たちは考えというものを作って蓄積しているわけですね。で、それが味覚だったりとかいう、例えばミルキーって私が子供の頃にはもうありましたけれども、そのコマーシャルはミルキーはママの味ということがやたら言われて、確かに母親になってから、あの子供にあげる母乳をね、飲んでみた時に、確かにそうだなと思いましたね。ミルキーはお母さんの味がしました。そういうようにおっぱいの味がするわけですね。
そうするとミルキーはママの味という定義がそこにコマーシャルとして生まれるし、ミルキーを舐めた時に何かそのほっこりとした赤ちゃんだった記憶が蘇ってきたりとか、子供の時の記憶が蘇ってくる。定義されたものの中で私たちが何かをまた考えている、そういうようなものが作り出されている。そしてその定義こそ実は作り出すことができる存在であるっていうことが私たちの偉大さっていうかね、そういう形になっていくわけですよ。はい、おはようございます、ひろみさん。だから考えを作り出している私たちっていうのは本当に偉大な存在だ。まあ偉大だということも言わなくてもいいんですけれども、私たちこそが百合の花を美しくして神を偉大にしている、私がしてるんです。そういうことなんですよ。だから、あ、空が晴れてて、あ、今日の太陽の光はなんてキラキラして綺麗なんだろうってね、言うのも私だよねっていうことなんですね。いかがでしたでしょうかね。なんかそうやって考えると面白いでしょ。あ、面白い私がここに、面白いという私を今作り出しているわけですね。今日はね、そういったいろんな意味付けっていうことではね、ちょっとエンジェルナンバーとかあるじゃないですか。ちょっとこんな本持ってきました。これも誰かがどこかで作ったそのナンバーによる偶発的なナンバーの並びをエンジェルナンバーという形の中で、まあこのナンバーはどんな意味がありますかと、例えば1というナンバーの意味は何ですかって誰かが問いとして発した時に、その方の中のから受け取ったメッセージがエンジェルナンバーの数字っていう形にもなるし、先ほどの数字のメソッドっていうのもある意味そういう言い方ができます。同じ数字ですけれども、また違った見方があるわけですよね。そしてみんながそういった数字を111って並んだのはこんな数字だよ、222って並んだのはこんな数字だよって、みんながその定義を受け入れることによって、その定義を受け入れることによって、それが意味付けされて現れる。これがエンジェルナンバーとかそういう偶発的なナンバーの仕掛けなんですね。ですから意味付けしたものが無意味だと私は何も言ってないです。とても意味があるんだということを言ってるんですね。でもその意味付けをしているのは私たちの意識なんだっていうことを知ることで、私たちが、ああ面白い存在なんだなっていうことが分かっていただけると思います。コバさん、創造主なんですね。私たちはすごく分かりやすいです。はい、ありがとうございます。カノンさん、すべてをまさに自分で作ってるって実感しちゃいますね。雪は歩きづらいから嫌って言っても子供は楽しく遊んでますから思考に過ぎないですね。はい。そしてこの思考を操ることができるということなんですね。そしてそういった操った思考を利用しているのがエンジェルナンバー。意味付けされるわけですね。意味付けしていいんですよってことですね。ちょっとペラペラとね、皆さんが目にしやすい、気に留めやすい数字ね。例えば、1とかね。でも1ってだけ見てもね、あんまりね、一般的にはね、気にならないんですよね。11とか並ぶとなんかちょっと、11ってなんだっけとか思います。11っていうエンジェルナンバーのとこ読んでみますね。繰り返し浮かぶ考えやアイディアに注意してください。それがあなたの祈りへの答えです。この数字はとても創造性が高い人を表し、依存症をもたらすような行為を避ける必要があることも示しています。となってるんですね。11につけられた意味合いですね。はい。ブラックバニーさん、今日は雪降りすぎて屋根側の窓が埋まって、暗いです。すごいですね。はい。マオンさん、
最近行動したことにどんな意味があるのかな、意味なかったのかなと思ってましたが、意味付けは私なんですね。そうなんですね。何の意味があるんだろうかって、外側ではなくて私が意味付けできる存在だってことなんですね。うん。カノンさん、ブラックバニーさん、玄関から出入りできないのかなって、新潟の親戚のうちは2階から出入りするって言ってました。そうなんですね、はい、だから何の意味があるかなって、スピリチュアルに興味を持つと、何か起きたことはこれには意味があるっていう見方をするわけなんですね。で、それはなんか私とは別な存在からの、なんていうのかな、メッセージだったりとか、うん、何か伝えたいものを表してるんだろうなっていうんだけれども、でもその私とは違う存在すら実は私の一部であって、ってことでだんだん気づくこともできるんですけどね、意味があるのかなっていう意味を作り出しているのが私なんですね。ただ私の潜在意識が作り出しているわけじゃなくて、私の潜在意識と呼ばれる領域のもっと私ですよね、私自身はその意味付けをしているわけですね。で、それを探す、それと合致すると、ああそうだったのかっていうことになるわけですよね。だから意味付けを外側に求めようと思ってるんだけど、でも見つけた意味付けっていうのは結局私の中、私が作った意味付けをさも外にあったかのように拾ってくるに過ぎないっていうわかりますか、過ぎないんだけど、でもそれがわかると、ああ私が作っている意味付けなんだっていうのがわかれば、あ、意味付けを変えることもできるのも私なんだなってことになるわけですね。ブラックバニーさん、大丈夫だよカノンさん、ありがとうございますって。両親の懸命の雪かきのおかげで玄関から出入りができています。雪かきしてるわけですよね、はい。そうやって意味付けっていうのもね、なんかが起きると、あ、なんかこれは意味があるんだよねって、外側に求めてっても意味がないってことですね。要するに私の潜在意識、私の深い部分、私という存在の中にその意味っていうものを、私が作った意味がいっぱいあるので、それを知ることができればいいということですね。はい、また数字ちょっと読んでいきますね。何にしようかな。私はね、よく見るのは最近22ですね。22とかね、222とか並ぶから自分ので興味で読んじゃおう。22、あなたの深い確信が奇跡や新しい素晴らしい機会を生み出してくれます。信じる心を持ち続けてください。って書いてあります。うん、いいね。だから2をいっぱい見るんだねとかね、思ったりするわけですね。2が並んで222とか並ぶと、おお、また3つ目が並んだとか言いながらね、ゾロ目を揃えるのが人は好きですね。やっぱり信じる心を持ってください。すべてはうまくいきます。この状況に関わっているすべての人にとって、おのずと見事に解決していきます。心配はいりません。なんて書いてあります。ちょっと今日はこれで遊んでみましょうか。というか、少し気になる数字をもし持ってらっしゃる方がいたら書いてくださったら読みますよ。よかったら。その後にね、一応白い紙のね、あれも用意してるんですけどね。紙に書くメッセージもなんか私がやってて楽しいから用意してるんですけど、よかったら、言ってくださいね。何かありますかね。聞いてみたい数字ありますか。まあみんな持ってたりする方も多いですけどね、この数字のね、意味付けですね、333いきますね。はい、333はね、何かな。私は333よく使うんですけど、333、あなたはアセンデントマスターと一体となりました。彼らはあなたと共に昼夜さまざまな場面で活躍しています、活動しています。彼らはあなたを全面的に愛し導き守ってますという数字ですね、はい。KKY さん48です。いきますね。48はね、
豊かさの天使があなたと共にいます。与えるものは無限にあります。あなたに見えている欠乏は単なる幻想に過ぎません。さらに多くの金銭があなたに訪れつつあるので、経済的な心配はいりません。あ、KY さん、豊かさの天使のメッセージでした。と言ってね、私たちはこうやってね、意味付けしながら、ワイワイと遊ぶわけですね。楽しいですね。ふふふ。意味付けで遊びましょう。666です。マオンさん、666。人生にバランスと癒しをもたらすためにスピリットに集中する時期です。物質面での恐れは何でも天に伝えてください。人と天使の両者から助けと愛を受け取ることに心を開いてください。という数字です。ピーママさん888。宇宙は豊かで寛容です。あなたはその月、ちょっと待ってね。あなたはその月せぬ流れを注いでもらう方法を学びました。大きな経済的成功は今もこれからもあなたのものです。888。そんな感じですね。なんかすごいね。ありましたよ、ピーママさん。27番。信じて道を進み続けてください。あなたは正しいことをしているので、その調子で続けてください。でした。23。結構面白いでしょ。あなたが信じ続けられるように、アセンデントマスターが手伝ってくれています。彼らは今あなたのそばにいて、いつでも助けを求められるのです。これが23ですね。そしてリマさん108。108は、あなたの神様への信念と考えがさまざまな形の豊かさをあなたにもたらします。創造主のようにあなたはこの豊かさを他の人々といろいろな方法で分かち合うことができます。プラス思考を保ち、他の人々にも同様に物質面でプラス思考を持つように教えてください。ということですね。108、教えてくださいね。なんかこういう、この本はですね、ちょっとお待ちください。いくつまであったかな。999までありますね。999読みましょうか。ライトワーカーよ、行動してください。世の中は今、あなたの聖なる人生の目的を必要としています。遅れることもためらうことなく、神聖な使命にしっかりと取り掛かってください。という感じになるわけですね。ねえ、意味付けの自由さがあるわけですね。だからこうやって意味付けして自分の直感でね、数字に対する意味付けをするのももちろん OK なんですよ。エンジェルナンバーに書いてあることと違うとか、そんなこと言う必要なくて、例えば今日見た数字はこれは気になるけど、これって何だろうって自分に聞いてね、あ、なんかこんな感じの数字なのかなって言って、自分に聞くっていうことは自分意味付けしている本体に聞くわけですからね。私自身が作り出すことができるわけですね。それとかよくジンクスっていうのもそうですね。意味付けするわけですね。だから全ては意味付けされたところでしか成り立ってないわけですね。例えば私が誰かに対してあの人はこういう人だという意味付けした途端にその人はそういう人になるし、あの人はこういう人だって言った途端に私はその人をそういうふうに感じるということも意味付けだし、いろんな意味付けがあるわけですね。私はこういうのが苦手だというふうに意味付けすると苦手になる。これが一切唯心像っていうかね、私の心が全てのものを作っていくということなんですね。でもこの思考っていうものを使うことによって私たちはたくさんの豊かなね、体験ができていくわけですね。思考が何もノーマインド、脳思考じゃなきゃになることが悟りだと思ってるとしたら、それは違うと思いますね。その思
考がない状態で私たちが生きる、生活していくっていうことは一切無理ですよね。でも思考の中に埋もれて、渦、自分が作った渦の中に埋もれてしまってるのが私ではないっていうことに気づいてることができるようになる。それがね、重要な点なんじゃないかななんて思うんですね。意味付けは私たちが自由にできるんです。ねえ、そんな風に考えると面白いでしょ。いろいろな状況に意味を与えるのは自分。いろんな状況を引き寄せるのも自分。すべてが自分なんです。自分がすべてなんですね。そうなんですね。私たちはそういった存在なんですよね。だからあの豊かさがどこからか来るわけではなくて、私が実は豊かな存在であるから、どれだけのものも私に提供することができるわけなんですね。ただもう一つ私の中にあるそれを拒む私が、拒んでいる私も確かに私の中にいるので、そこに限界という意味付けをした私もいるので、その中によっていろんな相乗作用ですね、いろんな作り出した私の意味付けによって与えられるものが変わるわけですね。例えば本当に私たちは豊かだと思いますよ。だって溢れる愛を感じられるっていうのは誰かが与えてると思うじゃなくて、本当に私が意識の中でそのものを感じているだけですからね。ですからよく聖者が現れて、聖者がすごいエネルギーを授けてくれた、わあすごいっていうのは、私がその相手を聖者だと認めたからなんですよね。この人はすごい人なんだ、この人は聖者なんだって認めるわけですよ。そしてその人がそう言うならば確かにそういうことなんだろうということを許可しているというか、そういう話の中に私が賛同して入ってるわけですよね。ですから、ああ素晴らしいエネルギーだっていうことはできるんですけど、じゃあ今皆さんがちょっと実験をしましょう。そういうことで私たちは全てのものに意味付けして、この全てのものを感じ方をも決められる存在だっていうのは話をして分かっていただいたと思いますね。そしたら私という存在に与えられる本当に心地よい豊かさを、私は私に今、私のその限りない豊かさの中から、貯蔵庫の中から出してきて、私に降り注いであげよう。本当にこの感覚こそ私が好きだという感覚を、この私に降り注いであげよう。私は大いなる私として、私自身をそのエネルギーで包み込んであげる。本当に私がそれができる存在だということを、私が私にしてあげよう。私の大いなる愛によって私を包み込んであげよう。そしてそれを、私が素晴らしい私を今私は感じているんだ。私の中にある大いなる愛を私は感じているんだ。今私は大いなる愛によって包まれている。感じてみてください。私が作り出すことができるようになってきます。で、今自分が思うようにできないって、いや自分はまだそんなことができないんだっていうふうにな考えや定義を自分に与えている場合は少し少ないかもしれないです。でもその定義が外れた時には、自分自身がその源流になっていくことができますね。なんだ私が源流だったんだなって、
私が私に与えることができたんだなっていうことに気がつきますね。ですから前に私がこのテレビで紹介した私が作った魔法の言葉があって、今私は例えば愛を感じている、今私は愛のエネルギーを体験している、今私が愛のエネルギーを体験しているって言って深呼吸をして、今私が体験しているんだ、この愛のエネルギーを体験しているんだって、そのような魔法の言葉を使うと自分の中に今この状態の中にその想像を作ることができる魔法の言葉があるんですけども、そんな形になっていくことができるんですね。はい、ですからどこにいてもその心地よい状態っていうのは私は私に与えることができる、そういう存在なんだなという、そういう定義、それすらも定義かもしれませんけれども、そういう定義だをすることができるそれなんですね。そこに気づいていけたら随分楽しくなると思いますよ。はい、だから状況や体験のことを言ってるよりも、私がそこにどうそれをどのようにするかっていうのはそこのところ、心の部分なんですね。では9時半もありましたので、どのぐらい今日もできるか分かりませんけれども、私がやってて楽しいからやるだけだからね数字読むだけのことってあんまり楽しくなかったね。やっぱり人が定義したも、私っていうのは結構なんか自分で作ることとか自分が創造者であるってことですごく楽しみたい人なので、ねえ、何らかの本から書いてあるものをただチョイスして読むっていうのはあんまり好きじゃないのかもしれない。希望される方がいらっしゃったら、またいつものように手書き のメッセージをお伝え書きますので書いていきますね。はい、じゃあレイナさんから入ります。なんだろう、今日はワークが出てきちゃったぞ。レイナさん、レイナさん、私の美しさを100書いてねって多分ね、100書くうちだんだん苦しくなりますよ。でも私が美しいということを100書いてみようとまず思ってください。その数がね、10でも20でもいいですよ。とにかく私の美しさを、ああ100書くんだ、100書いてみよう。100書き終わった時にレイナさんは大変身を遂げてます。これは皆さんにも言えることだと思いますね。レイナさん、そういうメッセージが届いておりますので、ぜひちょっと真に受けてですね、やってみていただけたら嬉しいなと思います。次はなんかすごくたくさん、いや、どうしよう、やれるのかな、コツコツやろう、ひろみさん。ひろみさん、さんにへのメッセージです。なんか今日はね、なんかワークが出てきてますね。面白いですね。ゆず茶を飲んで童話を読もうっていうメッセージが届いてます。ゆず茶をですね、こうやって入れて、ゆず茶ってジャムみたいなね、なんていうのかな、こうやってぐるぐる混ぜて、ちょっと甘いレモネードみたいな味になる、ゆずの香りがするジャムの瓶があって、それにお湯を注いで、なんか、これ、しずたまちゃんのね、食べ物ワークみたいだけど、ゆず茶、熱いお湯を注いでですね、こうやってレモネードみたいになるんですね。で、それで童話っていうのはね、どんな童話がいいかっていうと、魔法使いが出てきたりとか、ミハエル・エンデのネバーエンディングストーリーはちょっと長すぎるけど、なんかそういうファンタジアの童話をひろみさん読まれてください。
そんな長い本じゃなくても、昔岩波文庫とか岩波なんとかって言って、長靴下のピッピとか、ああいった児童文学があるじゃないですか。あんな感じの童話みたいなのをぜひぜひ読んでみてください。ゆず茶を飲んで童話を読もう、ひろみさんへの今日のメッセージ。なんか今日はワークだね、本当に皆さんへお伝えするワークだなっていう感じがしますね、今書いてて。まあ人によって変わるかもしれませんけども、書き進めていきたいと思います。七色ピッピさん、七色ピッピさんに出てきた、ワークは、よく噛んでよく噛んで食べましょう、よく噛んでいる今を感じてみようというワークが出ています。七色ピッピさん、よく噛んでよく噛んで食べましょう、よく噛んでいる今を感じてみよう。食べ物の感触ですよね。歯だったりとか、舌だったり、口だったり、味覚だったり、一生懸命食べているっていう感覚に集中して、よく噛んでみて食べてみましょう。いいですね。はい、次に行きます。チョコリンコさん、チョコリンコさんへおすすめのワークは、チョコレートドリンク、ココアを飲みましょうというのが来ています。でココアもですね、できたら自分で作るところから、すごくなんか作る作業もすごく観察しながら、どこにこだわって自分は作っているのかなとか、そんな感じでやってみてください。そしてチョコリンコさんがそのココアをどんな風に味わって飲むのかを、飲みながら自分を観察してみるみたいなね、そんなことをしてみるといいですよっていうことですね。なんかいろんなワークが出てきて面白いですね。今日はワークのお話ですね。みよみよさんいきます。はい、みよみよさんはね、外に出てね、飛び跳ねてください、大きな呼吸をいっぱいしよう、気が流れ出すよって言ってます。ちょっとね、みよみよさん、気の流れっていうかエネルギーがちょっと滞留気味っていうか滞り気味になってるみたいなので、外に出てぴょんぴょん跳ねてくださいね。そして大きな深呼吸をいっぱいいっぱいして、あーっていう感じで気を流すようなイメージを持ちながらされると、とてもいい感じになるみたいですよ。やってみてくださいね。ちょっと今まで重たかったような感覚がだいぶそれで外れると思いますから、ぜひぜひ、ちょっと今日寒いけど家の中でやらずに外で、ぴょんぴょん跳ねてやってください。はい、カノンさん。
カノンさんのワークは、まあ、自覚を今、カノンさんがされてるので、それ用のメッセージなんですが、カノンちゃんが、どうしてもこういう時私は頑張っちゃうんだよねっていう時があるじゃないですか。こうなると私すごく頑張っちゃうんだよねとか、こういう感じだと頑張っちゃうんだよねってあると思うんですが、頑張ってしまう私を一つずつを拾い上げて、こういう時私頑張っちゃう、頑張っちゃうって、それを自覚してみようというメッセージが届いておりますので、よかったらやってみてください。いや、面白いね。朝日さん。朝日さん。朝日さんへのメッセージです。何かこうやって勉強するとか本を読むということがなんかされてるのかもしれないんですが、一旦本をしまってください。そして素敵な音楽はかけて踊りましょうというメッセージが届いてます。なんか今日も今日で楽しいな、ね、毎回同じテーマだとね、楽しくないしね、勝手に決めてくれるから楽しいですね。ベティさん行きます。ベティさんは、はい、ベティさんへのメッセージは、遠くに見える山、近くに見える山、何でも構いませんが、山っていうキーワードが出てきてて、山を見ながら妄想、つまりいろんなイメージをしててくださいね。で、山の中で走り回っている私や、その遊んでいる私、なんか山という場所の中で何か動き回っている私を妄想っていうか、イメージングですね。イメージングして遊んでみてください。ベティさんの場合、何かそこから、自由さだったらいろんなものがね、感じられるんじゃないかな、なんて思います。ニダコさん。ニダコさんは、ニダコさんにおすすめはゆるゆる体操だよって。にだこさん、ゆるゆる体操って知ってますかね。こうやってね、なんかね、とにかく脱力体操で、こうやってゆる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 、体をね、ゆすってゆるゆるさせる体操を、やり方知ってるとか知らないじゃなくて、なんか体をこうやって力を抜いてゆするような体操、どこでもいいんです。なんか首もゆるゆるとか、肩もゆるゆるとか、そんな言いながらゆる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 体操をいっぱいしてください。多分ちょっとね、いろんなとこに力がこうやってね、緊張や力がこうやって入っちゃってるのかもしれない。じゃあプリンさんいきます。プリンさんは、プリンさんのメッセージは、お料理に集中しよう。なんかね、一生懸命作ってください。お料理を。なんていうのかな、集中して作ってる感じなんですね。何作りますかね。何でもいいですよ。茶碗蒸しでもいいし、例えば火加減から目をそらさないとかね。煮物だったら、本当にじっくり煮えていく様子をこうやって見てるとかね。なんか切るものも、いつもだとトントントンって切るのを、なんか丹念に切ってみるとかね。なんか集中した意識でお料理をしてみてください。そうするとね、なんていうのかな。
私が現れてくると思いますね。集中していってください。プリンさん、プリンさんへのメッセージ、お料理に集中しようです。はい、次に行きます。ピーママさん、ピーママさん、ピーママさんのメッセージ、やめることを3つ作ろうって言ってるんですね。なんかね、ピーママさん、やらなきゃいけないと思いすぎちゃって頑張りすぎるとこがあるみたいで、やめることを3つ作ろうって言ってますあ、これとこれはもう私には必要ないなとか、なんかこれをしなきゃいけないと思ってたものの中から3つやめるものを作ってください。そしてやめてください。そうすると何かが整理されていくような感じがします。カキさん、いいですね。カキストレートでいいな。カキ、カキさん、ですね、カキさんへのワークなんですけれども、面白いですね。カキさんね、自分の中にあるものをこうやって外に出すのがもしかしたら苦手かもしれないんですね。で、悩み箱と紙とペンっていうアドバイスなんですけど、つまり何か箱のようなものをこうやって作って、このぐらいの箱でいいと思いますね。で、その中にちっちゃなこういうね、紙ブロックになったようなのもあるじゃないですか。で、ペン置いといて、私はの悩みはこれですって言って、悩みを書いて箱の中に入れる。これがね、面白いのは、カキさん捨てなさいとは言ってないんですね。悩み箱の中に自分の悩みを入れてごらんって、今私はこれで悩んでます。で、これはドラえもん のボックスみたいなイメージがあって、この悩み箱に入れると、大いなる私がちゃんとその悩みを聞いてくれる、私のを包み込んでくれている私がこの悩みをちゃんと見てくれるんだなっていうことで、一旦自分が悩みだと思っているものを文章化して紙に書いて悩み箱に入れておいてください。そして日付も入れといて、また取り出して、あの時は私はこういうことを悩みだと考えていたんだなって、その悩みがどのような形になっていくかを眺めてみてください。それがワークとなってます。はい、ブラックバニーさんの友人のナオミちゃんにナオミちゃんですか、ナオミちゃんは私の今日はワークですけど、やってくれるんでしょうかね、大丈夫でしょうかね。ナオミちゃん、ナオミちゃんにおすすめを書いておきますね。ナオミちゃん、ナオミちゃん、ナオミちゃんへのワーク。ナオミちゃんはね、素直になろうって書いてある。素直になろう。ナオミちゃんにお伝えください。私は素直になるとわがまさが出ると思ってるかもしれないけど、ナオミちゃんはとっても素直だねって、ブラックバニーさんが言ってあげてください。素直でいいんだよって、そう言ってましたってお伝えください。でね、素直になろうって言われるとね、どういうことが素直かってことがわからない方がいらっしゃるんだよね。私もね、どっちかっていうとそういう感じで、なんであなたはそんなに素直じゃないのって言われると、素直になりたいんだよ私はって、だってうまくできないんだもん、しょうがないじゃんとかね、思ってたんですけど、素直さってね、何って、そういう時分かんないじゃないですか。じゃあ本当はどうしたいのっていう言葉ですよね。素直って、本当は何が欲しいのとか、本当はって頭につけてみるんですね。本当はこうしたいの、本当は何が欲しいの、本当はこうだったら嬉しいのとか、頭に本当をつけた
何かを探してみると、自分の気持ちが近づいてくるかもしれないです。はい。ハトムニさん。ハトムニさんは、綺麗なものを一つ何かね、ああこれは綺麗だなって、例えば花一輪でもいいですし、綺麗なノートみたいなものでもいいし、綺麗な袋でもいいし、綺麗なハンカチーフでもいいし、自分が美しい綺麗だって本当に感じるものを一つ何か買ってください。私に与えてください。つまり私が美しいと思っているものを一つ私のために買ってあげよう。綺麗ってキーワードを使ってね、あ綺麗だな、あこれって綺麗だなって本当に心から思えるものを一つこの週末手に入れてみてください。そしてあてこの今日の話からね、この綺麗だっていうのをね定義しているのは私なんだ、私がこれを綺麗だっていうふうにしてるんだなって言って手元に置いて見れるものがいいですね。ああ綺麗だなって、なんかピカピカしてる綺麗さなのか、なんかすごくスッとした綺麗さなのか、人によっては違いますけども、ハトムニさんの綺麗だなっていうものを一つ何か買ってください。マオンさん、マオンさんはですね、はい、マオンさん、マオンさん、マオンさん、ピーママさんとちょっと違って、やめなければならないことは何一つありません。全部やれるよって。マオさんにはワークっていうよりも、メッセージになってますが、なんかこれしてちゃダメなんだ、あれしてちゃダメなんだとかいうものがもしあったら、そういったものはやめなければいけないっていうところにちょっととらわれたりとか、諦めなきゃいけないっていうところにちょっととらわれがちなのかもしれないんですね。でそういうことは何一つないから、あれもやってこれもやってそれもやってこれもやってってしてもいいよって、そしてそれが全部やれる私がちゃんとあるよっていうね、そんないろいろやったら時間が足りないと思うかもしれないけど、やめなければいけないということでいろんな意味で苦しさだけが出てきちゃうんですね。ですからそんなこと考えなくても全部やればいいし、やめなきゃいけないことなんか何一つないし、やりたいもの全部をやればいいんだなって一回そこに行ってみてください。そうすると自分の行動が少し楽になると思います。琥珀さん、琥珀さんへのメッセージです。やるべきことをやる、はてなマーク、そんな考えはあなたには似合わない、こういうメッセージが届いております、ね、やるべきことをやるって言うとはてなマークですね、そんな考えはあなた琥珀さんには似合わないよっていうメッセージです。はい、リマさん、
はい、リマさんへのメッセージです。リマさん、焦らないで夢の階段を一歩一歩ねって言ってます。ですから、なんていうのかな、気持ちだけがこうやって焦る時ってもちろん誰でもあるんですけど、そういう時こそこうやって一歩ずつ、今の一歩、今の一歩っていうのをね、味わいながら進んでいくと、その一歩一歩本当に何歩も進んでないみたいなんだけど、その一歩一歩大切にすることによって100歩ぐらい進んじゃったみたいなね感じにいきますので、やってみてください。はい、次に行きます。次はじゅんさん。あの、じゅんさんの中にある記憶の中で、泣いちゃダメ泣いちゃダメって言って泣かないようにしてきた記憶がちっちゃい時の中にもしかしたらあったりとか、悲しみのエネルギーがこうやって自分のハートをちっちゃなガラスの破片みたいなもので刺してるものがもしかしたらあるかなって感じたんですね。でそれを涙っていう形で溶かして全部出すといいよっていうメッセージなので、涙がいっぱいになることをしてみましょうっていうことがメッセージなんですね。でこれはなんか本当に感動して泣ける話、泣けるビデオ、そういうようなあの映画でもいいしビデオでも構わないし、なんかそういう心を打つそういったものになんか触れていっぱい涙を、涙がとにかくいっぱい溢れることをちょっと少ししていくとね、あのその結晶は何かが起きたことではなくて、泣くことを我慢したことによって起きたちょっと痛みがあるんですね。泣けないなっていう。でももっととにかく涙っていうのはそういった自分の中にあるものをこうやって溶かし出すために涙があるんだから、泣くことを我慢するよりも泣いてしまった方が、あの外にきれいに流し出してあげた方が楽になることってあるんですね。ぜひそんな風にして今まで溜めてあったものをいっぱい流してあげてください。一回のドラマではちょっと済まないかもしれないから、しばらくちょっと涙が流れるような作品にいっぱい触れて、あのどんどん流して、そしてそこに悲しみや喜びを感じる私がを見てみるといいと思います。はい、ゆすけさん。はい、ゆすけさんへのメッセージです。ゆすけさんの絵のメッセージは、スポーツしよう、汗をかこう、体いっぱい喜ぼうという感じで、なんかね、体ですね、今。体を使っての、あの心の今日は話をしてますけども、でもやっぱり体を使って、今だったらそうですね、アイススケートでもいいし、スキーみたいなのでもいいでしょうし、温水プールでもいいと思いますね。とにかくなんか体を使うことをいっぱいいっぱいちょっとしてみてください。体がですね、あの寒いからね、やっぱりなかなか動かすことができないから、あのとても体が動きたがってる感じがありますね。で、体いっぱいなんかダンスもいいかもね。踊るっていうのもいいしね。あと何かな、体いっぱいって感じなんですよ。体いっぱい喜ぼうっていうね。喜びを体で表そうとかね、そんな感じですね。
カノンさん、レナさん、昨日お誕生日だったから100書いてみるとすごくいいことになりそうです。はい、ココママさん、いきます。ココママさん、レナさんね、お誕生日おめでとうございます。本当にね、いっぱい書いて美しさっていうのはいいよね。いいことってね、自分のいいことって結構書きにくいんだけどね、なんか素敵だなとかね、そんな話はなかったでした。ちょっと向こうに行った、あ、私の美しさを100回分でしたね。はい、あの堀優子の美しさを100回くわけじゃないですからね、あのレイナさんの美しさを100回ってくださいね。はい、人の美しさは100言えるけどとかね、そんな人いますけど。はい、ココママさん、ココママさんへのメッセージです。ニコニコしてたら嬉しいね、でもね、ブーって顔も可愛いよってメッセージが届いてます。あの、なんていうのかな、ニコニコ、人と会うときはね、ニコニコしてるっていうか、嬉しいからニコニコしちゃうんだけど、例えばこうやって番組してればなんか楽しいからニコニコしてるんだけど、あのニコニコしてなきゃいけないっていうね、なんかそういう決めちゃってる人がいるわけですね。不機嫌な顔しちゃいけないんだとかね。で、時々ね、不機嫌な時があってもいいわけですね。ああ不機嫌だなって、ブーってこうやってつまんねえなって顔してればいいわけですよ。で、そういう顔しても可愛いよってニコママさん、あ、ココママさん、ニコママさんじゃない、ココママさん、そんな感じです。はい、ブラックバニーさんです。ブラックバニーさん、ブラックバニーさんへのメッセージです、ゆっくりゆっくり夢見てね、ゆっくりゆっくりイメージの中でっていうメッセージなんですが、どういうことかっていうと、寝てるということではなくて起きた状態、何かね、ブラックバニーさん、どこかにこうやってなんかあれやんなきゃいけないとか、ちょっと慌ただしい気持ちをこうやって作っちゃう時があるのかな。なんかね、ゆっくりゆっくりね、これは私にも言えるなと思ってたんだけど、ずっとイメージの中でゆっくりゆっくり、ああこうなったらいいなとか、すごく時間の惜しげもなく空想してたら、イメージしてたら、ああお昼過ぎになっちゃったみたいな、そんな感じで、本当に起きてるんだけど右脳の活動的なね、なんか一つの物語を自分の中に描くような、そんな感じでやってみてください。目をつぶっててもいいし、目を開いててもいいけど、なんかぼーっと、そしてこうなってって、ああなってって、で小さい時ね、結構ね、あの物語をそうやって作った方も多いと思うんですけどね、なんかそんなのがいいかなと思います。はい、ゆうすけさん、れいなさん、某 SNS でバースケーキを送ろうと思ったのにタイミングが遅れました、おめでとうございますということです。ひろみさん、ゆずちゃんと童話ですね、了解してみました、やってみます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆっこさんのおかげです。美しいところ100個見つけんの、ね、100個、今日中に見つけなくていいからね、とにかく美しいこと100個書くノート用意しといて、とにかく書いていくといいかもね。
みよみよさん、ブラックバニーさん、先週はチャットでメッセージありがとうございました。おかげさまで父の手術大成功でした。あーよかったね。みよみよさんって、あ、明日になればなんか問題はなんか晴れるよとか言ったなんかメッセージだったかな、そんな感じだっけ、なんかあったね。お父様の手術がなんかあるって方いらっしゃいましたよね。おめでとうございます。よかったです。はい、KKY さんメッセージお願いします。はい、KKY さんいきますね。今日はあのね、KKY さんにはどんなメッセージでしょうかね。 KKY さん、KKY さんへのメッセージは、一人になる時間を作りましょう。そう、ただ一人になっている、周りに誰もいない時間、こんな感じですね。で、例えばお散歩に行って誰かと挨拶しちゃうんだったらお散歩はダメなんですね。だからただぼーっと一人になれる、誰かとこうやってコミュニケーションを取らなくても済む時間っていうのを、KKY さんちょっと取ってみてください。ただ自分だけに向き合える時間っていう意味でもありますね。どうしてもあの周りの方のことを気にかけてしまって配慮しちゃうので、自分がたった一人になって自分自身に向き合う時間っていうのは作りにくいのかもしれないですね。優しいからね、 KKY さんはね。シナモンさんです。シナモンさんへのメッセージです。シナモンさんへのメッセージは、なんていうのかな、自分の中にもそうだし周りにもそうなんだけど、優しさというキーワードをちょっと持っててください。そして、ああ優しいなとか、テレビのドラマの中でも、あの主人公は優しいなとか、その優しさっていうのをいっぱい見つけるっていうワークをしてください。あ、優しい味だなとか、優しいなんか肌触りだなでもいいですね。なんか優しいというキーワードをとにかくとにかくいっぱいいっぱい見つけてください。そんなのがワークですね。はい、七色ピピさん、よく噛んでよく噛んで食べます。あ、今カレー食べながら聞いてるの伝わったかな。前々回のメッセージ、ちょっとした誤解のようだったのが、昨日、は、これかと解けました。すごくいいメッセージでした。あ、そうだったんですね。謎解きだったんですね。面白いですね。楽しんでます、私も。はい。ララコさん。はい。今日のメッセージはなんか、ね、わけのわかんない。しずたまさんのね、なんとかワークみたいなね、食べ物ワークみたいな感じもあるんだけど、むちゃくちゃな食べ物は出てないし、むちゃくちゃな話もあんまり出てないと思うんですが、じゃあララコさんいきます。あー、ララコさんも本だな。ララコさんへのメッセージは、子供の頃ね、お気に入りだった童話とか絵本とかもしあれば、もう一度それを図書館かね、まあ
ご自身の何て言うのかな、本箱の中にあればね、それでもいいんですが、読んでみてください。はい、ゆみさんですね。はい、ゆみさんいきます。ゆみさんへのメッセージは、ミミコさんへのメッセージはですね、こだわりを持っちゃいけないんだっていうこだわりもあるよ。こだわりを持ってもいいし、こだわりを持たないのもいいし、どっちでもいいよねっていう。何かね、スピリチュアルを勉強していくとね、エゴじゃいけないんだとかね、こうじゃいけないんだとかね、そういうふうに思いがちな時ってあるんですね。自分の悪い癖を直さなきゃいけないからって言って、なんか批判する癖をやめなきゃいけないっていうと、批判しちゃいけないんだって強く思うわけですよね。でもそうやって強くすると、逆にそういうものがポコンって反対側に飛び出てきたりすることもあるわけですよ。ですから、こだわりを持っちゃいけないで強く思っちゃうと、それがこだわりになっちゃうから、そのもうどっちでもいいんですね。こだわりを持つ時があってもいいし、持たない時があってもいいし、そういう学びの途中によくある、なんかそんな感覚なんですけど、そういう自分の中でより良くなろうとして思うことなんだけど、それが自分を窮屈にしたりね、不自由にする場合もあるから、もうそういったものをもうどっちでもいいんだなって感じでね、見てみてください。はい、ありがとうございました。ミミさんが終わりまして、ベティさん山の中に住んでんの。山の中に住んでて、山の中のイメージってなんだろう。面白いね。ちょっと待ってね、後でもう一回聞き直すからね。ロマノフさん、ロマノフさん、ロマノフさんね、何しようかなって、何しようかなじゃないですよ、ちゃんと聞いてるんですけど、ね、ロマノフさんへのメッセージです。そうか、ロマノフさんへのメッセージは、やめたいことがあるならやめる、やめる理由は探さなくてもいいですよっていうことですね。うん、やめたいことがあるならやめる、やめる理由は探さなくていいですよってメッセージです。なんか理由を作っちゃう、理由を探さなきゃいけないんだね。ベティさんのメッセージなんだっけ、ちょっと待って、確か山を見てって言ってたよね。山を見ながら妄想しよう。わかりました、わかりました。あのね、ベティさん山ん中大好きで、多分寒くなってから山歩きとかそんなできないじゃないですか、周辺の山を歩いたとか。だから妄想の中でいっぱい遊んでくださいっていうメッセージですね。とにかく山ん中で実際に歩くってやっぱり冬の間はどうなのかわかんないですけど、そのぐらい山の中を駆けたりとか走ったりとか、いっぱい重要なのはイメージの中でも山を使ってほしいってことですね。はい、朝日さん、本を読むのは大好きです。そうか、最近音楽を聴かなくなりましたね。今日は久しぶりにテンポがいい音楽を聴いて体を動かしてみます。はい、いいと思います。りだこさん、ゆるゆるしてください。はい、ゆるゆるします。はい、ありがとうございます。 NGO スピリチュアルテレビは寄付で運営してる
テレビ局です。ご協力お願いいたしますということです。よろしくお願いします。みよみよさん、ありがとうございます。気が滞留気味、当たってます。外に出てぴょんぴょんします。はい、外に出てぴょんぴょんしてください。やることを3つやめるんですね。すごいです。3つもかぶつぶつ、じっくり考えてみます。はい、3つって何なんでしょうね。やめることって言っても、どういうことか分かんないですよ。本当につまんないことだなって自分が思ってることかもしれないし、なんか3つやめるっていう、なんかその発想が何かあるんでしょうね。音声を聞きながら、朝日さん、テーブルに積み上がった本を本棚に片付けました。そうですか。はい、ブラックパニーさん、はい、ありがとうございます。伝えておきます。あ、彼女ちょっと今大変そうなので何か助けになればと思いました。はい、ハドミンさん、やってみます。はい、面白いですね、今日はね。高木さん、おはようございます。まだ大丈夫でしたらメッセージをよろしくお願いします。はい、いいですよ。はい、じゃあ高木さん、今日はね、なんかやるワークをお話ししてるんですよね。高幸さんへのメッセージなんですが、何かね、なだめること、繕うことはもうやめにしたらどうですかっていう、なだめること、繕うことはもうやめにしたらどうですかというメッセージが届いています。はい、真央さん、ありがとうございました。エリマさん、はい、ありがとうございます。真央さん、なおさんですね。いいですよ、なおさん。こういうのはね、割と楽なんだよね。カード引いてって言われるとね、ちょっとね、あれなんだけど、なおさん。あ、違う。違う違う。なおさんへのメッセージは、優しさはあなたの宝ですよ。優しさはあなたを生かしていきますよ。優しさはなおさん自身ですよっていうメッセージでした。ありがとうございます。プリンさん、お料理に集中しよう。自分が見えてくる。最近お料理してると包丁切れが悪いから研いだらもっと楽しくなるよねとか、無添加のお味噌に変えたらやっぱり美味しいなとか、自然に自分が喜ぶことに反応している、自分がいることに気づいている。うん、あ、素敵素敵、プリンさん、はい、ありがとうございます。部屋でダンスします。それからボタリング、あ、ボタリングっていうのはですね、行ってきてください。はい、ハーモニーさん、おはようございます。琥珀さん、母としてシフトしてやるべきことはしなきゃってよく考えて動いてます。そうだね、うん、なんかお母さんのことが、の仕事が楽しんでやってるだけでね、やるべきことはっていうか、してあげたいことをすればいいだけでね、母親だからやんなきゃいけないことがあるんじゃなくて、可愛い子供だからしてあげたいことをすればいいだけですね。はい、そんなふうに思います。ハーモニーさん、うん、ハーモニーさん、いいですよ。だいたいハンメイドにしてるので、はい、ハーモニーさんね、ハーモニーさんですね。はい、
はい、ハーモニーさんへのメッセージは、喜びの創造主はハーモニーさん自身です。今この喜びを作りましょうというメッセージが届いてます。まあ、今日はのね話ですよね、ありました。はい、ありがとうございました。心が澄んでいくようなイメージになってきました。はい、ありがとうございます。今日も一日、はい、ありがとうございます。レイナさん、プリンさん、レイナさん、一日遅れですがお誕生日おめでとうございます。100個探すワークやりがいありますねって、はい、本当にね、100個っていう、100個って何かって言ったら、あ、そんなにまずたくさんあるんだなって、あるっていうことを知ることなんですね。レイナさんの中にあるその100個があるっていうことをまず思ってみてください。なんかそれだけで嬉しくなるでしょ、うん、はい、琥珀さんありがとうございます。あ、レイナさんおめでとうってね。そうなんです、ブラックバニーさん、そうなんですよ、ゆこさん、今やることいっぱいあってぼーっとする時間が取れなくて時間作ってやってみますって。あ、そうだったんですね。はい、レイナさん、プリンさんありがとうって、ワクワクしてきたってね、本当にこのねタイミングでいいですね。あ、ゆうすけ君も、ゆうすけ君もほらワクワクしてきたぞって嬉しいですね。はい、うん、みよみよさんよかったねって、本当にね、お父様のね手術が終わって、本当に今まで手術をすることによって本当にそのお父様っていうのがね、あの、どれだけ自分の中に大切なものかっていうのがね、そういった時に気づいていくことができるし、まあそういう弱っているお父様がいらっしゃることで何かして差し上げることがねできると思いますので、うん、いい機会だと思います。 KKY さん、一人になります、私に向き合います。はい、もう本当に、ジュンさん、とっても納得のいくメッセージでした。あ、そうですか、よかったです。うん、そうそう、いっぱい流してください。そうなんです、愛するって言った時に泣いてあげられるってすごい愛だよね。うん、ホワイトさん、じゃあホワイトさんで終わりにしましょう。ホワイトさんへのメッセージです。面白いメッセージですね。ホワイトさんへのメッセージ。ホワイトさん、ね、私が神だからといって誰にも迷惑はかかりません。早く自分が神だってことを認めておしまいって、こんな感じのね、メッセージが届いていますが、いかがだったでしょうか。もしかしたらそのあたりでね、どういうことかなって悩んでらっしゃったのかもしれないです。ミミさん、ありがとうございました。スピリチュアルの進み道を悩んでいたので参考になりました。はい、ゆみさんのメッセージ何だったっけ、もう分かんないんだけどね。はい、ありがとうございました。なだめることで自分に聞かせて無理をしていることがあるのでしょうか、観察しています。うん、あの、なだめるっていうのは本音を聞いてるんじゃなくて、ちょっと我慢しときなさいみたいなね、あの、本当に自分のハートの、なんていうのか、建前だったりとか、ちょっとこうやって気休めっぽくなだめちゃうことってあると思うんですね。いや、そんなこと言うけどちょっと無理だよとか、我慢をし、いい子だからとかね、なだめるって感じになりますよね。だからもうそうじゃなくて、ああ、私の自分のね心にね素直になってくってね、そんな感じだよね。あ、なおさん、優しくできない時もあるんですけどって、うん、優しくできなくてもいいの、あなたそのものが優しさだからっていうことだからね、大丈夫です。はい、ありがとうございました。あ、ごめん、倉田さん、ダンさん終わりますって宣言しちゃったので終わります。
ごめんね。倉田ダンスさんは楽しくダンスしてくださいのメッセージですね。あのダンスさんにあれは初心を思い出してくださいっていうメッセージですね。さっくり言ってしまいました。はい、今日も皆さんありがとうございました。9時半回って今9時31分ですね。今日はもう本当に私は番組をさせていただくおかげでね、楽しい時間をね作り出すことができて、こうやって皆さんとねつながりながらねメッセージを交換できてとても楽しかったです。で、今週末もね、お天気どうなるか、皆さんいろんなね週末風邪ひいたりとかインフルエンザがね家族がかかったりとか、そんな中あるかもしれないし、寒いところをちょっと楽しんでみようと言ってスポーツに出かけるかもしれないし、そんなことがいろいろあるんですけれども、なんか私が創造主だから 何かじゃないんですよね。たった一杯の冷えた紅茶冷えた朝食に残って今紅茶をこうやって飲んでるんだけど、でもこの紅茶を一杯に意味付けをどれだけでもできる私がいることを知っていることで、私は最高にもなれるし、ああこんな冷えた紅茶しか飲めないんだっていう私も作れるし、ああここにまだ飲み残しておいた紅茶がちょうどいい、アイスティーが好きなのでね、冷えてちょうど喉に潤いを与えてくれるこんな、ね、紅茶があってよかったって思うのかも私次第なんですね。ですから私たちはそういう本当に素晴らしいっていうか、私がいろんなもののね理由をとか意味付けをしているそのものの存在ですからね、すごいなって私は思いながら楽しんでいますね。ということで皆さんも素敵な素敵な週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。私のところではね、10日の日に、宮田義武さんという方がね、ライア演奏家の男性がいらっしゃるんですが、来てランチしながらね、ライアを聴いたりするんです。すごいね、ゆったりまったりのね、楽しい感じで週末過ごします。で、多分大阪の方では癒しスタジアムが開催されるのではないかなと思いますね。いろんなそういった癒しイベントもあります。そして、またここでちょっとだけ告知ですが、4月の7日の日曜日午後ですね、目黒パーシムホールで、マスターゲート氏の神秘の門出版記念の講演会が無料でありますのでね、ぜひぜひ無料ですからね、皆さんいらっしゃってください。無料で聞いてみる、まずは聞いてみるっていう体験をしてね、それからあだこだ言ってみればいいと思うし、まずは無料ですからっていうところで、私も言ってるし、結構スピリチュアルテレビのね、で出てらっしゃる方もいらっしゃいますのでね、そんなつもりで来たのっていう感じでも十分いいと思いますから、よかったら講演会の日程開けといてお会いしましょう。では本当に今日もありがとうございました。失礼いたします。